じゃあどうやって宝箱取れる？こっちは。これは無理そう。よくわからん。どうやってこっちとそっちの宝箱取れるかな？これは入れない。どうかな？進むか。取り方わからん。進むしかないから。恥さらし、そんなことをすると家族の恥さらしになるからやめなさい。恥知らず。人は自分の家族の面倒を見ない恥知らずです。白が落ちる。白が落ちる。こっちかな。ああ、よし。一つ見つけた。じゃあ、下のやつどうやって？こっち見つけた。そっちも行けるかな。どこだろう。こっちじゃない。多分この辺。この辺どこかで。白が落ちる。首相は公約が果たせなくて、白が落ちてしまいました。白がつく。先生は博士号を取って、白がつきました。白票を踏む。上司に昇給を頼みに行くのに、白票を踏む思いをしました。じゃあこっちじゃない。上司に昇給を頼みに行くのに、白票を踏む思いをしました。拍車をかける。はい、すぐ、ちょっと回復しようか。拍車をかける。はい、すぐ、スキャンダルが政治改革運動に拍車をかけています。よ、見つけた。よし。はい。フェアリーリング。まあ、意外に簡単だった。フェアリーリング。もうフェアリーリングいいかな。フェアリーリング。毒、暗闇状態を防ぐ。まあ、毒めんどくさい。あ、これは二つ。闇と毒。まあ、犬にあげるか。ボードチョキのやつより、フェアリーのやついいかな。ああ、セーブでよかったかな。まあ、大丈夫。その戦士はこの洞窟を一人で走り抜けた。次から次へと襲いかかってくる義賊と戦いながら、ちっちゃん、その戦士って、ほほほ、あと少しじゃな。ああ、誰？見たことある、この人。
ゴブリンかな。まあ現在じゃない、アニメとかかな。ちょっと似てる、誰か。なんということじゃ。なんということじゃ。これかな、覚えたか。じいちゃん、こいつは、死んでな、貴族の亡霊が、よどんだ、大きいのように。これはいかん。よしよし、ボスか。なんだ、インディアンかな。じゃあ、このファイアのやつか。じゃあ、パワーアップしようか。ヘイスの技。あ、これで攻撃のやつもっと速くになる。ファイラ弱いファイラ。よし、殺しましょう。このインディアンの本名はかな。なんだ、吸い取った。遅い、これ。白紙に戻す。計画は条件が変わったため、白紙に戻すことにしました。よし、のファイアボール殺しましょう。計画を条件が変わったため、白紙に戻すことにしました。雨。雨を外す。クラウドはケールしようか。アスピル。なんで MP 取った。悪い人。クラウドの MP。 クラウド回復してる。大丈夫。ハメを外す。パーティーを開くのはいいけれど、ハメを外さないようにしなさい。このやつの名前なに？ギナタタ。ギナタタク。ギナタタクか。これはナナキのおじいちゃんかな。ハメを外す。パーティーを開くのはいいけれど、ハメを外さないようにしなさい。このファイアボール、そろそろ死ぬかな。またエリスか。自分で回復。そろそろクラウドのリミットブレイクが来る。犬。回復しなきゃ。誰？レッド。いや、レッド全、死ぬか。いや、大丈夫。レッドの回復で、後でリミットブレイクしよう。ハモン、これかな。ハモン、まあ、ハメを外す。パーティーを開くのはいいけれど、ハメを外さないようにしなさい。ハモン、
刃物を閉じる。大蔵省の生命が財界に刃物を閉じました。あ、大変です。誰？レッド、レッド。よし、クラウド守った。クラウド守っていた、この犬。クラウドのリミットブレイクでこのやつ死ぬかな。ブレイブレイカー、ブレイブレイカーか。波紋を閉じる、波紋を閉じる。大蔵省の生命が、再開に波紋。ワイザロッド、これエリスのやつ。ありがとう、クラウド。ありがとう、クラウド。あんたたちのおかげで、なんとか助かったよ。ナナキを、もう、いつの間にか、ずいぶん強くなっていたんじゃな。そうか。な。やはり、お前を、連れてきたのは、間違いではなかったようじゃ。さあ、お前に見せたいものはすぐそこじゃよ。よしよし、声覚えた。ちょっと覚えた。これは何？重力の、見てよ。重力いいかな。戦隊霊気、霊気いらないかな。重力、糸の重力。あ、重力魂よか。いや、これはなんだ、宝か。じいちゃんの添え。先に何き、ここは戦士はここで義賊と戦った。義賊が一歩たりともコズモキャニオン、キャニオンに入り込めないようにな。そして男性で自分は二度と村へ戻ることはなかった。見るがいい、ナナキ。お前の父戦士瀬戸の姿を。犬ですね。人間だと思った。あれが、あれが瀬戸？ええ、瀬戸はそこで貴族と戦い続けた。この谷を守り続けた。貴族の毒矢で体を石にされても、義賊がすべて逃げ出した後も、戦士瀬戸はここを守り続けた、今もこうして守り続けている。今も。たとえ逃げ出した卑怯者と思われるても、たった一人命を懸けてコズミックキャニオンを守ったんじゃ。それがお前の父親瀬戸じゃ。あれが、あれが瀬戸。母さんはこのことを、まあ、母さん人間かな。ああ、ほうほうほう、知っておったよ。二人はあの時わしに頼んだんじゃ。この洞窟は封印してくれるとな。わし一人で封印し、そのことは誰にも話してはいけない。こんな洞窟のことは忘れた方が良いからと言ってな。クラウド、勝手を言ってすまないが、わしら二人きりにしてくれんかいの。ね、エリス。
ならきよ、フラオたちと旅を続けるのじゃ。ちちゃん、聞くのじゃ、ナナキ。クラウドたちは星を救うなどと言っておるな。正直なところ、そんなことができるとは、わしには思えん。この星のすべてのマコロをやめても、止めても、星の死はほんの少しの伸びるだけじゃ。セフィロスとギアラを倒しても同じこと。さあ、形あるものは必ず滅ぼすじゃ。だがな、ナナキ、わしは最近考えるんじゃ。こんなにも星が苦しんでいるのに、星の一員や星の一部であるわしらにできることは本当に何もないのかとな。結果はどうなろうと何かやることが大切なのではないか。わしは運命を受け入れすぎるのではないか。だが何かをするにはわしは年を取りすぎた。今年して130歳じゃよ。ほほほほじゃ。だから、ナナキよ、行け。わしの代わりに全てを見届けるんじゃ。じいちゃん。お前がここを離れる前に、どうしても父親の真実の姿を見せておきたかったんじゃ。わしが生きているうちにお前が帰ってきてよかったわい。じいちゃん、寂しいこと言うなよ。じいちゃんがいなくなるなんて、おいら。ほうほうほう、わしはもう十分生きたよ。じいちゃん、生きててくれなくちゃダメよ。だ、俺は見届ける。星がどうなるのかを見届けて、そして帰ってくるじっちゃんに報告するために。ナナキ。俺はコスモキャニオンのナナキ、戦士瀬戸の息子だ。その名に、恥じない戦士になって帰ってくる。だからじっちゃん。電話か。これは瀬戸の電話か。涙か。あれは瀬戸の、おお、瀬戸。瀬戸と父さん。おお、わわ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 わよし、このキャンプファイアのところ、バギの修理終わったから、バギの修理終わったらしいぜ。そろそろ出発しようか。ここ、そうだな、女かな。おい、かけてお別れね、レッドじいさん。仕方ねえさ、結構と頼りになる。やつだったんだけどな。誰だろう。誰かな。ティファかわいそう。ティファしようか。エリス、かなりレベル上がった。28歳。よし、クラウドに入った、この二人。クラウドの懐。そうだな。
そうだな、この人たちポケモンみたいね。小さくなるポケボーの中に。車の修理終わりましたよ。これでもうどこへでも行けるはずです。助かった、それじゃ。お金。お金あげないか。じゃあ、お礼のお金を、金を。お礼なんて困った時はお互い様です。それはそうだ、それじゃ。ひどいやつね、クラウド。センギル受け取ってくれ。そうですか、それじゃ遠慮なく。ああ、そうそう、ここの宿屋もう泊まりました。この前、あそこのソファにきれいな瓶が置いてあったんですが、あなたが頼んですか？ああ、そう。じゃあ、これは千人のやつが。瓶か、この中。どこ？ソファ、これはソファ。瓶はどこ？え？これはソファ、ピン。うん？この人とは何すか？ピン、あげろ。ピン。ピン。何のピン？ソファ、これはソファ。ピン。え？何のピン？ない。ビンナイ、ウソツキ、あの、ウソツキめ、私のセンギル。ん？何のビン？うるさい。あ、止まるか。止まるならビンが来る。ん？じゃあビンは？何のビン？え？どこビン？わからん。それは瓶。あの、おっさん瓶持ってる。これ瓶。え？お前か。瓶。気分じゃ。マスターの作るカクテルはいつも最高じゃ。な。瓶は？瓶ない。ん？よくわからない。何の瓶？本物のソツキね。ピン。何のピン？この宿屋もう泊まりました。この前、あそこのソファにきれいな瓶が置いてあったんですが、あなた方のですか？ソファ？ね、これ。これは泊まり屋じゃないね。宿屋。うん？頭混乱中。よくわからんか。これはバグかな。何の瓶？瓶もない。うん。方針明確の教えは確かに正しいです。そう思います。でも一度、魔法の便利さを知って、しまった人間が果たして元に戻れるのだろうか。え、ビンは？ビン。ソファはこれです。これはソファ。でもビンがない。ビン。よくわからん、バグかな。うん。その千円あげると瓶があるはずだ。でも瓶がない。助かった、それじゃ。
よくわからん。なんでビンがない。多分同じこと。あ、消えた。あ、消えた。消えていない。同じやつね。同じこと。あ、こっち行ける。意味ない場所。まあいい。ピンがないなら千円あげないかな。や、出ようか。こっちは何もないか。あのハイーナのところ行こうか。あのピン。あ、そう、誰使っている？ティーファーか。今たくさんゴールド持っている。でもあのまだ高いかな、あの体力のミティア。うん、やっぱりいらない。ハイーナどこ？ハイーナ、おっさんない。いや、意味ない。無駄な時間、これ。こっちも何もない。この場所はかな。瓶は。これはソファ。ソファでも瓶がない。この場所も意味ない場所。まあいいだよ。出ましょうか。武器大丈夫かな。待てこれ、俺も行く。うん。いらない。いらない犬。私はこの、なんという、餌持っていない。クラウドよ。何をよ、何かよ、何だ、もうそれた。怖い。何をやらせて飲むんだ。どうしたんだ。おいら、どうしてと殿になった、そういうことだ。ほうほうほう、わしの知識が必要になったらいつでも考えじゃ。じゃあ、瓶はどこだ？まあいいよ、さん。いい子。まあ、瓶。まあいい、瓶。瓶もいい。どこ行く？次の町か。一番上。次のところ行く、それともあの幼稚園戻るかな。まあ、たくさん金を持っている。これはいいところかな。あの幼稚園戻る。いや、いらないかな。とりあえず進もう。そうだね。ヘリコプターとか手に入れる。あと、いろいろな場所戻れる。あの幼稚園。そしてあの坊主たち、まだ助けなかったあの坊主たち、まあ、昔だったから多分もう死んだ。みんな絶滅しちゃった。あ、全滅だ。絶滅もいいから。絶滅、それは言葉かな。絶滅言葉かな、うん、もういっちゃったはずだよね。あ、これはあのセフィロスの街かな。そのはずだ。それは数年前からもう建て直したかな、この街。それなのにどうしてわしの家もある。どなってるんだよ。お前夢でも見てたのだのか。俺は嘘なんか言ってない。俺は覚えてる、あの炎の熱さを。あ、そう、これは別の次元かな。そういうことか。次元かな、次元かな。別人いるね。
あ、これは燃えている。もう燃えていた。これは現実かな。セフィロスの現実。はい、いらっしゃい。話が聞きたい。この村は5年前に全部燃えてしまったはずだ。一体どうなってるんだ。お客さん、変なこと言わないでください。私はこの村で生まれ育ちました。そんなことは全然なかったですよ。おじいさん、嘘ついてる。失礼だな。変なこと言うなら出て行ってもらいますよ。止めてくれ。一泊190度。やっぱりやめる。では、またの機会に。よしよし。え、黒マントの男。え、あ、これは人間。全然見えなかったこれ。ロックのいいレズミがあるな。うん、なんか持っている。よし、盗んだ、この怖いそうなやつから。ラックアップ。うわぁ、うわぁ、ユニオン行きたい、うん。ひどいやつね、このクラウド。この人の手から盗んだ。まあ、30分かかった。終わりしましょうか。じゃあ、上に行く。何か盗めれるかな。盗めれる。じゃないね。なんだ。盗めるか。そうだ、盗める。何か盗める。何もない。止まる必要はない。はい、ちょっと休みます。